もし、あ、わかった。これ、無生物主語というやつですね。スプリメントが使われてる。ね、そうすると、こういう文があったとしまして、どんな日本語になりますか？大雨のせいで。うん、大雨のせいで。あ、誰がですか？そうですね、ここに主語が。で、私は外出できなかった。そうですね。プリベントが使われている主語の部分が理由となります。何々のせいで、何々なので、そして、ここが、SV みたいにするわけね。できなかったと否定にしなきゃいけないんですけど、私が出かけることができなかった、否定文に、ここを否定文にしてこうやって書きます。ね、そうすると、今回の主語は、母親の雇用っていうのが主語になってます。でもここを、うまいことをその理由にするんで、母親が働いてるせいでとか、母親が働いていることにより、ね、こうなります。誰々がこれこれできないとしますね。彼女はだから、お母さんですね。お母さんが家にいることができない、こうなりますね。母親が働いていることにより、お母さんが家にいることができない。中止ついてます。学校から帰ってきた子供たちがですよね。子供たちが学校から帰ってきたときに、彼らに、挨拶をするために家にいることができない。まあ別に挨拶しても、お帰りなさいっていうことそのものじゃなくて、もうちょっと比喩的にひどい意味ですよね。家にいない、在宅していない、挨拶をしたいわけじゃない、実際には出迎えられないみたいなことですね。母親が働いているせいで、子供たちが学校から帰ってくるときに出迎えることができないのであれば、が if 説ですね。あれば子供たちは、価値のある何かを失うことになります。構造は大丈夫そうですか？無生物主語きついですね。この主語を理由にしてね、書いていこう。大雨のせいで、母親の雇用のせいで、母親が働いているせいで。私も働いている母親でありますね。耳の痛い話だ。Just.